先頭はロックソング、ロックソング先頭。2番手は河内イメージ、懸命に追いすがります。ロックソング頑張る、ロックソング先頭。2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 ロックソング先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はクワチイメージ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ロックソング1着、2着はクワチイメージ、勝ったのはロックソング、見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはケアレスラップ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくケアレスラップ行きました。続いて前へ行くのはバーボンパレス、さらにはメジロマックイーン、15番ダビッドウェーブ、その後ろもう一度先頭から。先手を取ったのはケアレスラップ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。ケアレスラップ先手を取りました。好位置をキープしています。メジロマックイーン、ソルホリデー、すぐ後ろ、その外にダビッドウェーブ、その外からライトエンブレム、並んで5番ジョリファ、その外からサンライトフローリップ、その隣に東海帝王、ダンシングクレッセ、すぐ後ろ緑の帽子、グレイトシガー、その後ろ最後方にフレンドリールート。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から。3番ケアレスラップ依然として先頭、先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。ケアレスラップ先手を取りました。10番メジロマックイーン、2番手を追走、黄色の帽子、バーボンパレス、その後ろすぐ隣にシリウスソニア。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として3番ケアレスラップ、バーボンパレス、ほとんど差がありません。シリウスソニア3番手。さあメジロマックイーン、前を捕まえられるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はケアレスラップ、その外からはバーボンパレス、メジロマックイーン、後位を追走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはメジロマックイーン、メジロマックイーン先頭。2番手はバーボンパレス、残り 200m、 メジロマックイーン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はジョリファ、メジロマックイーン1着、メジロマックイーン完勝、メジロマックイーン1着、2着はジョリファ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。メジロマックイーン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ルアー前に行きそうです。マンハッタンスタイル、それに続いています。さらには西のフラワー、5番マーケトリー、その後ろ後方に控えたのがプレンティーオブグレイス。先頭に戻りましょう。ルアー先手を取りました。並んで3番マンハッタンスタイル、黄色の帽子、ハトゥーフ、その後ろ西のフラワー、後位をキープ、その外からシンデレラティアラ、緑の帽子、グリーンホープ、その後ろすぐ隣にナイトピット、その横にニューデューク、ブレイブコンサート、この馬もこのグループ、すぐ隣にベルモントパーフェクト。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はルアー、マーケトリー、ほとんど差がありません。ハトゥーフ3番手、西のフラワーいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。
さあ先頭はドゥアー、その外からはファトゥーフ、グリーンホープ、その後ろ西のフラワー、好意を追走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭は西のフラワー、西のフラワー先頭、2番手はマーケトリー、あと 200m、 西のフラワー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。マーケトリー迫る、やはり強い。西のフラワー、西のフラワー、西のフラワー1着、2着にはどうやらマーケトリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ドラムタッツ好スタート、サンドエッジ、この馬も好スタートを切りました。ベストパル前に行きそうです。ディルイーティー、それに続いています。さらには後継2世2番ドラムタッツ、その後ろストライクザゴールド、後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。では前の方からターンバックジアラーム、先手を取りました。その後ろからはサンドエッジ、その隣にバートランド、ベストパル、それに続きます。後継2世好位をキープ、その隣にデビルヒズデュー、その横にストレートコース、これに続いてディルイーティー、その外にシャワージャック、並んで9番キーンランドユース、黄色の帽子ストライクザゴールド、その後ろしんがりからドラムタップス、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。11番ターンバックジアラーム、依然として先頭。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。バートランド、バートランド後続を引き離す。2番手はターンバックジアラーム、サンドエッジ3番手、後継2世リーチ、果たして先頭を捉えるか。バートランド先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はターンバックジアラーム、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはり後継2世先頭だ。後継2世抜けた。2番手はバートランド、後継2世1着、後継2世1着、2着にはどうやらディルイーティ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。後継2世、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのは河内サンド、河内伊達男先頭、残り 100m 河内伊達男先頭、2番手は河内サンド、河内伊達男1着、河内伊達男完勝、河内伊達男1着、2着は河内サンド。まずは前哨戦を制しました。河内伊達男、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。
さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のマイネルブリザード、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。桜爆心王好スタート、マイスーパーマン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてマイスーパーマン行きました。ナルシスノワール、これに続きます。その隣にシェイクマシーン、AP ジェット、すぐ後ろ赤の帽子ビッグエイト、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。桜爆心王早くも先頭、勇気トップランほとんど差がありません。 AP ジェット3番手、桜爆心王これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は勇気トップラン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。桜爆心王先頭、差はほとんどありません。2番手は勇気トップラン、追いすがります。やはり桜爆心王先頭だ。桜爆心王先頭、ヤマニンゼファー抜けた。桜爆心王追いすがります。先頭はヤマニンゼファー、1着でゴール。ヤマニンゼファー1着、2着にはどうやら桜爆心王、見事に勝ちました。ヤマニンゼファー、桜爆心王2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。Thank you.